はい、アマゾンからずしっとした箱が届いてました。今日はいっぱい届きましたね。ちょっと開けますね。何が入ってるんだろう。自分で発注したんですけども、毎日ね、いっぱい発注するんでね、もう分かんないんですよ、届いて開けるまで。まあ、中に発注したのが来てなかったってこともあるかもしれません。お、これね。で、もう一つ箱が入ってます。なんかピンときたぞ。これはね、電池ですね。いいですか、どっから開けるんだろう。ここか。これね、単4電池です。ほら、あれ、すいません。単4電池が2つに分かれて入ってますね。単4電池が山ほどあります。100本。これが2つですからね、100本あります。単4電池ばかり100本ね。アマゾンブランドの単4電池ですよ。じゃーん、買いました。これでリモコンガンガン使っていこうかと思います。はい。で、もう一つの箱なんですけども、これはもうね、おなじみですね。あの、蛍光灯ですよ、 LED の。ほら、見覚えあるでしょ、これね。これ一つ開けてみますと、こういう風になってましてね、ここに単4電池を4本入れるんですよ。そうするとこいつ、このリモコンで遠隔操作して、しかも明度が 100% から 0% まで調整可能ですから、夜中にね、電気をつけて、うっすらつけたい時はやんわりと、強くつけたい時は 100% みたいな感じで調整できるんです。これのリモコンというかいいでしょ。で、これテープで貼るんですけども、これがね、マグネットで着脱可能なんですよ。だからいろんなところにこれ使いますからね、むちゃくちゃ便利なんで、3セット目を買いましたね。すごくいいです、これ。皆さんにもおすすめします、これね。おすすめ、このね、 LED リモコン付き LED ライト、多分ね、2660円だったと思います。で、これが3つセットになってます。いいでしょ。だからこれ1個で1000円ぐらいの検討ですよ。で、リモコン付いて、めちゃくちゃいいですよ、これ。すごく便利ね。うん、あの、何、電線の配線がいらないのがいいですね、すごくね。まあ、そういう感じでございます。先ほどの電池とセットでガンガン使います。ありがとうございました。あ、これね、車の中とかにもつけれますよ。車の中にポーンとやってね、車の中、車中泊とか明るく、これいいでしょ、これ。うん、アイデア次第ですよ。脱衣所とかね、お手洗いとかね、倉庫の中とかね、むちゃくちゃ使いますよ、これ。駐車場に使おうかな、これ。これいいな、うん、グッド。